はい、皆さんこんにちは。PC88 ファングスですね。やっていきましょうか。確かあれですよね。なんか巻き込まれてるんですよね。東に行ってっていうのは多分これを東って意味かな。多分ね、ここだと思うんで、あ、これだったらいいのかな。分かれて出たけ厄介なんだよね。やめりゃそうもダメじゃないか。てか。もうのんきにさ、出発だって言ってる時じゃないですよね。危ない。ネクトね、私のネクトをメディアさんに。さあ、こっちはまだ未開です。ああ、ここか。そういうことだね。まあ、3人いるでなんとかなるでしょう。あとは道だけ迷わないように。魔法じゃ、あ、魔法っていけんのかな、ひょっとして。持ってないかい？あ、ネクトだけなんだね。で、装備は皆さんも結構ちゃんといいんだよね。いいにもかかわらず。左手で行きましょう。帰りは右手でね。左手で行って帰りは右手。これだね。さあ、キバネズミ。これね、ネズミがね、私、あ、これ、左上向いてんのか。なんか右下向いてね、なんかロボットみたいに見えてたんですよ。違うんだね、と。キバネズミで行っていきましょうか。笑えないくらいダメージ食らってる。ほー、これは笑えないぞ。おお、すんごい食らってる。メディアさん防御するか。防御ね。ダメージ食らった。22だったらもう、22だ、死ぬのはちょっと勘弁したいので。そうだね、ネクトね。いや、これメディアさん防御かな。メディアさん日頃防御だね。魔法どうする。魔法使っちゃって、あ、魔法の回復できるのかな。ちょっと試してみましょうか。リッパーマーダー、リッパーマーダー、あ、マーダーって意味か。あ、ごめんなさい、間違えちゃった。防御だね。リッパーの殺人者って意味なのかな。あ、リッパーってなんだろう。あの、刃物かな。そういや、リッパーブレードって出てくるもんね。あの、リッパーっていう武器は、デッドスペースで出てくるもんね。これなんかやばげだね。なんかほんとハイドライドする思い出しちゃう。まあ、いい椅子もあったよね、こんなんね。廃校だっけ。よいしょ。防具だね。まさかこれ防御の構えが入らないと防御しなかったりしてね。ガルムさん死にそうだ。なんでそっち攻撃するかな。魔法ね、ネクトをガルムさんね。ポマン試してみようか。すごい暗い方だ。はい。違うわよ。防御ね。あ、これいけんだ。天気でゼロしたらキャンセルなんだね。一応なるかなと思ってたらなっちゃった。間違えた場合はゼロで天気できないね。ブレイクキー、うん、ブレイクキーまでいっちゃうと遠いのよね、左手がね。戦いましょう。あ、天気だけ出てきんのか。右手だけで出てきんのね。右手一本でね。結構、そういうゲームありましたよね。右手一本でみんなできるっていうのね。すごくありがたいんですけどね。何これ。渡れなかったけどね、今ね。
はい、リッパーマーだね。で、防御、いや、魔法唱えてみよっか。このポワンね、ポワンってするんでしょ、きっと。あまり効かない。あまりあまりってなんだ今、あまりって出たよね。何その、すごくアナログチックな。あまりってなんだろう。ちょっとは効いたのかな。お、レムさん、レベルさんが上がったの。レベル9になりました。1まで150で、マジックバーが4では、さあ来いと。腕力17、体力は10、素早さが24になった。レムさんが上がったんだね。他の方が上がるかなと思ったんですけど、ああ、これはいけないんだね。そうだね。壁を押してても敵で3出てくるんだよね。はい。ゴースの方がいいよね。で、メディアさん防御。で、ガルムさんもゴース行こっか。一回でやっつけれないかもわかんないもんね。やっつけれたらショック。あ、よかった。よかったのかな。よかったわけではないね。そうそう、あ、間違えちゃったね。あのね、もう実は私マンションに住んでるんですけどね、もう鳩がね、今この季節ね、鳩がね、もう繁殖期みたいでね、すごいんですよ、本当に。本当鳩がね、もう本当すごくてね。でね、あまりにひどいからね、あの YouTube 見たんですよね。 YouTube 見たらね、あの何、磁石と釣り糸でやったら効果てきめんですって書いてるから、いいじゃないということでね、100円ショップで磁石買ってきたんですけどね。まあ、あの釣り糸は使ってなかったんですけど、まだいいかなと思ってね。磁石買ってくると、あの鳥の方向感覚を食らわすからいいんだよっていうのでね、買ってきてね、磁石たんまり仕掛けたんですけどね、でってん効きませんですよ。今朝ね、クックー言ってるからね、まあクックーとは言わないんですけどね、あのほうほうみたいなのを言うと、やっぱり繁殖期のあるみたいですよ。もう私のとこ来るといつもほうほう言うんでね、で隙間から覗いたんですよね。隙間から覗いてね、目の前にいたんですよね。で、2匹つがいでやっぱり来るんですよ。でつがいできてね、じーっとこっちからその窓を少しだけ開けながら見てたらね、もう堂々といつも通りみたいな感じでね、もう立ち飲みの常連がのれんくぐって入ってくるような感じでね、もうヘイラしちゃいみたいな感じでね、もう普通に入ってきました、磁石をくぐって。もう泣きそうになりましたね。でね、今日はね、もうさっきなんですけど、仕事から帰ってきてね、糸張ってありましたもん。私が見る限りね、鳩飛んでくるんじゃないんですね。近くまでは飛んでくるんですけど、ある程度来たらね、もう廊下を降りて歩いてくるんですよ。で、鳩ってね、まあ、やっぱり鳥って飛ぶとエネルギーがすごく使うんですよね。だもんでね、なるべく飛ぼうとしないんですよね。だから鳩って追いかけたら走って逃げるでしょ。で、ダメだってなると飛んで逃げるんで、だから飛ぶっていうのはかなり彼らも嫌なんですよね。できるだけ飛びたくない、エネルギー使うんでっていう。まあ私だから走るの嫌だねって、なるべく歩くよねっていうと一緒だと思うんですけど。もうね、本当にまあ泣いちゃった。あの、魔法使っちゃおう、もうね。ポワン効かないからさらいいと思いましょう。いや、ほんとね。すんごい、もう参っちゃった。まあ、この季節だけらしいんですけど、ちょっと今年はなんかひどい気がしますね。まあ、そこにね、多分ひどいでしょうね。もうマンションの、そう、共用、皆さんの掲示板みたいなところにね、もう鳩がたまにいる場合は、鳩をやらせない方法っていうのでね、まあ、綺麗にすること。もう、鳩来たらね、ブリブリするんでね、ブリブリ、うんちしていくんでね、もう、うんちはさせない。で、うんちしても片付けるっていうね、うんちがあると、あ、安心ってくるらしいんですよ。だもんでね、もう、本当にね、うんちはすぐ溶けるっていうのと、あとね、なるべく物を置かない。それ無理なんですよね。うちのかみさんね、物捨てれない人なんでね、もう、ね、ゴミだらけなんですよね。私から言うとゴミなんですよ。向こうから言うと意味があるって言うんですけど、私から見たらもうそれゴミだよっていう感じなんですけど、ほんとね、さら止めましょう。困っちゃうね。あ、倒しちゃった。あ、倒さないね。倒してほしいんですけど、倒したらちょっと損した気分だよね。あ、そうか、グループになるのか。
メディアさん、ほんと痛いね。てか、レゴスさんも、あ、ガルス、ガムス、え、ガルムさんか。ガムルさんも、あ、ガルムさんね。ガルムさんも痛いんだよね。ガルムさんも10くらいもんね。ちょっと痛いな、これ。で、ケケちゃんも、あ、ガルムさんレベル115くらいになりました。1万115。さあ、こういった。マジックパイプ。腕力が10が体力が8、素早さが13になった。さあ出発だと。ね、ちょっと待ってね。強さ見ちゃおう。私、防御力は28、14だもんね、メディアさんね。え ?2 しか変わんないの ?2 しか変わんないの、すんごく食らってる気がするんですよね。ガルムさん、あ、ガムルさん、ガルムさんね。どうしようかな。こっち行き止まりだね。行き止まりだったから、右手で、もう帰りましょう。とりあえず一遍帰りましょう。様子見に来ただけなんで、まあちょっと石膏代わりという感じでしょうかね。で、メディアさん、あー、マジックパワーもさながら、もう使っちゃえば、ポワン使っちゃいましょう。痛いね。うわー、ポワン。あ、やっぱ眠らせるんだ。ポワーンとするんだね。あんま意味なかったけどね。もう寝るってか、言っちゃいましょう。いやー、これどうするんだろう。もう装備はマックス待ってたよね。一応確認しましょうか。ネクトね。私がネクト。メディアさんね。でガルムさんもこのままじゃやばいから、これ一時閉じちゃうんでしょうね。よいしょっと、ガルムさんね。ガルムさん、ガルムさん、ガルムさんだね。で、右手で帰りましょう。あと3回ぐらいエンカウントしそうだね。さて、あ、リッパマーだね。行って防御で、これでいいかな。あ、でも、もう帰るだけだ。あ、でもマジックパワーだいぶ減ったね。だいぶ減っちゃったわ。もうほんと鳩どうにかしたいね。もう困ったなって思ってですよね。だってもうほんと今年は厳しきついわ。まあまあ去年一昨年も来てたけどね。ここまで今年はすごい。もう私朝ね、鳩の鳴き声で起こされますもんね。もうほんと参っちゃう。で、呪文しましょうかね。サラで早めに。で、どんどん、もうガンガン行けでね、レベル上げましょうか。ガンガン行っちゃえで、レベル上げましょう。早く回転上げてね、レベル上げちゃいましょう。はい、もう早い人どうぞ。あら、無理？あ、いけたね、これでね。いやー、フィールドの敵の方が経験値変わんないけど、楽のような気がするね。違うかな？あら、ここ何だったっけ？あ、ここはあれか。寝るところか。せっかく来たんだからゆっくり休んでいきなさいって休ませてくんないんですけどね。休みたいんですけど。さあ、じゃあルーラーで帰りますか。道具。あ、ペガサスの翼ね。あ、使うね。よし。で、サリアビナだね。またペガサスの翼を買ってと。あ、でも経験値上げるんだったら、あれだね。ちまちま言ってる方がいいのかもしれないね。ようこそサリアビナへと。よいしょっと。はい、いらっしゃいませ。に、あ、高いんだよね。ちょっとね、まあ3人だから仕方がないか。1人8ゴールドだったら普通だもんね。なんかないかい？買いましょう。何出しましょう。鋼鉄の剣と銀と、みんな持ってるよね。鉄の盾持ってる。鉄の鎧、鉄の盾持ってるよね。鉄の盾って鉄の鎧みんな持ってるよね。ん？
何装備で見ないといけないのかな。鉄の、ああ鎧立って、あ、全部持ってんですよね。それでもあんだけダメージ取っちゃうんですから、あとはレベルでご様子しかないんですよね。気をつけないとこれ落ちちゃうんでね。なんか言ってくれるかい。リバのおじさんが帰ってきたんだよ。だから今度一緒に遊びかけちゃったら、へへ、いいでしょ、いいなあ。あら、入れない、なんで、まだ条件がいるのこれ。あれ、前回入ってなかったっけ。入ってないか。昔どこかにどんな悩みでも答えてくれるという井戸があったらしいな。でも今はどこにあるか全然わからないみたいよ。あら、ここでは買えないのか。あ、ドラクエと頭一緒になってるかな。あ、ボイニクスの実ね、これ持っておきましょうね。ボイニクスかもしれませんけど、で、じゃあちょっと翼買っておきましょうか。はい、どうなさいますかと。あ、ミス出ちゃった。はい、買うと。これ一回ね、ローディング終わってるとね、多分メモリ残ってるんでしょうね。次入るときすごい早いんでね、それは助かりますね。よいしょ。はい、東の洞窟ね、悪魔がいるって話をするんだけど、肉切った。あー、私だね。あ、これは、あ、違うね、まだ。うん、なんか教えてくんない。おお、伝説の井戸を探すことにしたのかね。頑張りなされと。他人事だね。それ他人事ですもんね。さあ、このちょっと広い家ね。申し訳ありません、デモスさん。ああ、なくしたっていうことね。おかげさまで主人が無事帰ってきました。ありがとうございましたと。いや、私翼買ってないよね。しばらくこのピストンでレベル上げるような感じでしょうかね。あ、松明も買わないといけないんだわ。ああ、またやっちゃった、ごめんなさい。松明ね。で、ペガサスの翼ね。30ゴールドかかるんだね。で、宿に泊まると24ゴールド、54ゴールドを最低でも稼いで帰ってこないと赤字になっちゃうということですね。あ、なんかやばい気がするよ、これ。やっぱり。やっぱりやっちゃったね。リロの家。あ、ピエタさんの家だね。名前でばかり呼んでるから、つい。それなら、この一番大きな家がそうだよ、と。ありがとね。もう、そうだ。これ、出ているんだったら、あららららら。ここから飛び降りりゃいいんだよね。さあ、行きましょうか。あとはレベル2つ3つ上げないといけない気がするね。あんだけダメージ食ってるところ見ると。それか薬でご用するのかな。昔ファイナルファンタジーでやりましたけどね。お、ガンズは100超えてきたね。ファイナルファンタジーで防御ね、はい、グラスね、一発で倒せないのが辛いよね。おい、メディアさん11食らってるよ。防御してんだけど。どういうことなんだろう。普通に攻撃したらどうなる。あ、メディさん来なかったね。よいしょ。またこのセットだね。やっぱりこうかな。で、そうだね、防御しとこっか。なんか防御が微妙な感じなんだけどね。お、一撃で倒せちゃった。しまった。ほらほら、12食らってるし。しかし、悪魔の姿はなかった。頼ますよ。これ、防御しないときはメディアさんのダメージを見たいよね。あ、メディアさんに来なかったね。あかん、ね、あ、メディアさん、レベル6のやつ入ってまだ80。さあ、帰った。マジっぽいが57。腕力4。体力5。素早さが23になったと。やっぱ魔法使いは素早いんですよね。まあまあ、かっこ軽いんで、ね、あのローブぐらいしか着てないんで、まあ、あとそれとあれですよね。やっぱり魔法使いって速くないと、ね、困りますもんね。
みんなが攻撃した後に全体モードとか止めたらね、またこれ遅いなーって思いますもんね。さあゴースト魔法使っちゃいますか。さらにね、いやホアンにしようか。ホアンどんだけ変だろう。ホアン何個減るんだろうね。ガルムさん、おえおいいいいいい、これはいいわ。50から何も減ってんだろうね。あれもう目覚めちゃった。目覚めた人攻撃しないんだよね。あ、4減るんだね。あら、あら来ちゃった。なんで寝てるやつをやっつけるんだろうなんで寝てるやつからやっつけるんだろうね。ウィザードリーみたいに2倍当たるんだったらいいんですけどね。2倍当たるんだったら寝てるやつからって思うんですけど、別に2倍も当たらなくて変わらないんだったらね、起きてるやつ先にやっつけるべきじゃないって思うんですけどね。さあどう行きましょうか。今度は右手で行きましょうか。あ、宝箱見えた。宝箱見えましたね。あ、キバネズミね。で、普通に戦った場合どんどん良くなるの。メディアさんね、あ、メディアさん攻撃してくださいよ。あ、倒したわ一でね。あら、あ、でもガムさん今12食らってたから、やっぱりボールしてたら大丈夫なのかな。ガルムさん12くらってメディアさんが11って、そんなことないよね。だからやっぱりそうなのかな。やっぱ防御は防御してんだよね。そんな気がしてきました。一発で倒せるかな。メディアさん防御しちゃおっか。でガルムさんが決まりですね。あ、倒せない。あー11だね。あー10だね。あー10だねちょっとちょっと道具使おうか。ゴースト、ああいや本来ならば騎馬ネズミ行って魔法でネクトをメディアさんで、でこっちはゴーストのクリーンなんだよね。わあメディアさんこうやってないわ。あ、よかった。こういう時にメディアさん攻撃してくんないんだよね。ちょっとどれだけ当たるのか、防御っていうのを実証したいんだけどね、検証したいんだけど。よっこいしょと、今度は右手ね。宝箱見えたね。なんかいいの入ってほしいんですけどね。これでわかるんじゃない？今もう殴ってっからね。あらメディアさん来ないわ。何でしたっけ？マフィーの法則でしたっけ？なるときなるみたいなね。いや私ちょっと今適当に言い過ぎましたけど。なると思ったらなるんでしたっけ？忘れましたけど。あとでもあのね、あの観測でしたっけ？今最近ねなんか言われてる。それを観測するからそうなんだよっていう、なんかわけのわからない。こうね、あの、これ結構、あの、真面目に言ってますもんね。そういうのがあるとかね。なんか YouTube でね、その、動画見てみたら、本当かいって、それを見ちゃうからそうなっちゃうんだよ。見なければそうなってるかどうかわかんないんだよって。実際本当の中もね、みたいな。なんかね、なんか YouTube も見ましたけど。私ちょっと今ねあのお酒入ってるんで適当なことに、適当日頃も適当なのにさらに適当なこと言ってもらうからね、ちょっとやばいですけど。よいしょと、いっちゃおう。確実にいっちゃおう。あー倒しちゃった。これ空振り痛いな。はい、私右手できてたよね。右手できたので右手で早くあの宝箱を取りたい。もうほとんどの確率でこのコースだね。ポアンにしましょうか。
クロースを寝てくれるんだね。この辺がまだ親切ですよね。でも結構早くリリミトみたいなのがあるんだったら欲しいな。あ、ひょっとしてこっからでも使えるのかな。後で試してみよう。から翼を使って、ああいけん、うわー潜っちゃったよ。ちょっと待って、やっぱりもうちょっと 上を探索しましょう。これあら、宝箱いけないんだね。宝箱いけないのか。下からまた行くのかな。そんな感じがせんでもないですよね。あ、立派マーだね。ポワン効かない。あ、ごめんなさい、ポン効かないというか、あまり効かないんだよね、確か。あまり効かないって。で、ちょっと眠くなってるのかな。あー、しまった。やっぱメディアさんよりも、私の方が早いんだね。メディアさんも結構素早いんだけど。さて、さてと。右手で行ってますが、あ、こんな感じなんだね。はい、どうしよう。ゴーズ、やっぱ固くいっちゃおっかな。いや、ゴーストンでこうしちゃおっか。はい。はい、もうメディアさん攻撃してくんないね。あ、いい感じ。これでやっつけると最高。お、いいわ。すごくいいですね。すごくいいんですけど、経験値低いなぁ。ゴーストもうちょっと経験値欲しいんですけどね。確かに右手だよね。右手で行ってくから。どんな感じかな。あ、このセット多いなぁ。魔法で、あ、防御しちゃったね。魔法で、ポワン、ネズミ。で、ガールムさんをゴースいっちゃう。たまたま効か、たまたま効かないか。あんまり効かないじゃんけど、たまたま効かないか。そういうことなのね。たまたま効かない。たまたま効かないか。不思議な文言だけどね、たまたま。あ、そっち行っちゃう？起きてんじゃない？やっぱりそうだよね。うお、17かも。17防御して、防御しなくて17、防御して11か。微妙だな。私、こっちだっけ？あ、なんか分かんなくなってきちゃった。あ、なんか違うよね。違うな、これは違うな。やばいな。まあ、痛みしまいちゃったから。ここだね。で、防御するか。で、あ、もう行っとくか。やっぱりね、やっぱり、レモンさん、ちょっと確実性がないね。メディアさん、まずいね。どっちが早いだろう。いや、もう、一撃食らって多分死ぬんで、さっきネクトを自分に行っちゃいましょうか。あ、よかったよかった。どっちにしろガードしても死ぬもんね、食らったら。さてさて、あー、宝箱ある。おう、アンブロシアの、あら、それそれか。あ、じゃあね、ちょっと時間よくなりましたね。この辺で終わりましょうか。あ、いや、ちょっと待って、やっぱりね、道具使っちゃおう。これ使えるかどうかがすごく大きな道だからね。うわー、翼使えないや。変えないで、出るまでやっちゃいましょうか。出るまでやっちゃいましょう。やばいね。ワンプロシアの草がたまわりあるんでね。まあ、一致はいいのかなと思うんですけど、ポワン？ポワンだね。サラじゃ、ちょっと、いまいちだもんね。あ、もう目覚めちゃったね。で、B 行くんだよ。本当に行きなさいよ。A に行かないと A が目覚めてるんだから。よいしょ。
右手できてるので左手で行くとゴールね、すぐ出れるはずですよね。またゴースト、あ、違う、リッパーマーターだ。もう殴っちゃおうか、みんなでね。あ、いいわ。一匹だけを、一匹だけを、一匹、いや、インチ様ならごめんなさいね。一匹だけを、一匹だけをすごく出てきてくれたらいいんだけど。そういえば、ねえ、ファンタジーでしたっけ、ファンタジー4でしたっけ、200匹とか言いましたもんね。コウモリ200匹っていうのが確かあったので。どうしよう、5万でいいかな。5万にしましょう。うわ、強い。たまたま効かないか。たまたま効かなかったんだね。で、A には絶対行かないんだよね、これね。A 攻撃してくださいよ。おお、いったわ。けどやっつけきれないんですよね。なんでしょう、この。なんでしょう、この A 行きなさいよ、せっかく。なんで B と C に行くんだ、 A に行きなさいって。ほんと困ったもんだな。あ、45ゴールド入りましたね。これは美味しいお客さんだ。で、多分これ上行ったらダメだったんで、このままショートカットしてこっちにね、左手で、そうすると出口に出れると。出るとこまで行って、あ、出て宿屋行くまで一緒に、一緒に一緒に誰とやっちゃいましょうかね。ごめんなさい。ちょっとね、ちょっとお酒がね、結構気持ちいいです。だもんでね。変なこと言ってるかもしれませんけど。ああ、もったいない気がしますよね。あ、メディアさん18まで終わっちゃったね。はい。さあ、ちょっと回復しましょうか。ガバルムさんも回復すべきかな。まだ大丈夫かな。魔法でね、私が全然唱えてないんですよね。マックスもまだわ。ガルムさんもちょっと上げとこっか、魔法ね。はい、でガルムさんね、あ、十分だね。ガルムさんもちょっと上げてもいいかもしれないけど、こっちだよね。あ、出れた出れた。じゃあね、これで、せっかく、私魔法なんか覚えてる？あー、ケラ？あー、そうだね、そのまんまだね。あーと、あー、変わんないね、メディアさんも。じゃあ、道具でやっぱ使うしかないんだよね。ペガサスの翼ね。サリアクだね。宿屋入って、道具でペガサスと松明、これを買って忘れずに買って終わっておきましょうか。これここで終わっちゃうと絶対忘れちゃうからね。はい、いいですよと。一応こんな短い感じでも利益は出てますね。あ、こっちか、こっちだね。まだ今のところね、死んではないので、まあ、ぼちぼちいい感じね。よいしょ。買いましょう。で、松明ね。で、ペガサスの翼ね。よいしょ。よいしょ。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。ピシャ88ファングス、この辺で終わります。どうもありがとうございました。